シア、ケックロックシーの社交エレベーター社交エレベーターは、非垂直な角度で動作するエレベーターである。標準的なエレベーターとは異なり、社交エレベーターは、傾斜面の勾配を登ることができる。社交エレベーターは、車高プラットフォームリフト、または、急料斜面トラムとしても知られており、住宅及び、商業目的のために利用することもできる。これらは、時事通称で、 ケーブルカーとして、または混同して呼ばれている。車高エレベーターの目的は、急な急料斜面でのアクセスのしやすさ、かつ利用者に最小限の労力で済む傾斜を提供することである。機動性及び身体障害の難問を持つ利用者は、彼らの機動スクーター、または電動車椅子とともに、彼らの自宅の階段を登るために、車高プラットフォームリフトを大抵利用している。 屋外の車高エレベーターでは、階段が好ましい選択肢ではない、急な急料斜面の所有地へアクセスするために利用されている。車高エレベーターは、工業、または建設目的のために、高い場所へ到達するのが困難な器具及び資材を移動させるのに利用することもできる。最も一般的な車高エレベーターは、鋼、またはアルミニウム材から作られており、 電気モーターで駆動し、かつ押しボタンによる電子制御で作動する。共通の駆動システムには、ケーブル巻き取りドラム、または連続ループケイン駆動を含んでいる。ASMI A17.1、エレベーター及びエスカレーターのための安全コードでは、パート5.1の下で車高エレベーターに対する固有の国家規格、規則及び安全コードが含まれている。グラバースカイロード。 ありがとうございます。